どうも、本日はですね、今流行りの厚底のランニングシューズについてお話しさせていただこうかなと思うんですが、そもそもなんでこの厚底のランニングシューズが今注目されていていいのかというところについてお話しさせていただきます。まずこちらを見ていただきたいんですが、1970年代にですね、衝撃を吸収するようなクッション性、そしてすり減りが減るような耐久性、この2つの機能を兼ね備えたミッドソールの素材 EVA という素材が登場します。でミッドソールというのはランニングシューズでいうこの部分になるんですが、1980年代にはですね、この EVA と PU といわれる、この2つの機能ですねを兼ね備えたミッドソールの素材が主流になっていくんですが、2013年になるとアディダスがですね、ブーストフォームというミッドソールを登場させます。でこのミッドソールの素材がですね、こういったクッション性と耐久性の2つの機能に加えて反発性という機能がある素材を、使っているんですね。この反発性というのが、足が地面についた時に受ける衝撃を体に返すという反発力ですね、という機能を備えた素材を登場させます。今まではこのミッドソールの素材というのはクッション性、衝撃を吸収してくれるというイメージが強かったので、厚底のランニングシューズとなるとそのソールが分厚いので衝撃をたくさん吸収してくれる、なので足にかかる負担が少ない、ただソールが分厚いのでシューズ自体が重くなってしまうのでスピードが出にくい、一方で薄底のランニングシューズはソールが薄い分衝撃を受けやすい、なので足にかかる負担が大きい、ただ、そのソールが薄い分シューズ全体が軽くなるのでスピードが出しやすい、なので厚底のランニングシューズは初心者向け、薄底のランニングシューズはスピードランナーとか上級者向けというイメージが強かったんですが、こういった反発力があるミッドソールの素材が登場することによってその概念が変わってきます。今までは地面を蹴る力っていうのが体を前に進める力っていうイメージが強かったんですが、この素材が登場することによって地面を蹴る力に加えてミッドソールのその反発する力っていうのも体を前に進めている、いける力になるっていう、概念に変わってきたので、厚底のランニングシューズでもスピードが出せるという考えに変わってきたんですね。さらに各ブランドがですね、このミッドソールの素材、より反発力があってかつ軽い、軽量化ですね、軽い素材をどんどん開発するようになったので、厚底のランニングシューズでも軽いし、ものすごく反発力を活かせる、なのでスピードが出せるっていうようになってきました。で今最も、認知度がある厚底のランニングシューズというと、ナイキですね、ナイキのベイパーフライ、今新しいモデル出たんですが、これが最も今認知度があるかなと思うんですが、このシューズ何がすごいかというと、当然反発力がものすごく強い、ミッドソールの素材も使ってるんですが、その素材の間にですね、カーボンファイバープレートというカーボンを入れてます。このカーボンのプレートがさらにこの反発力を生んでくれるようなものになるので、イメージとしては地面を蹴る力プラス素材の反発力プラスカーボンプレートの反発力という足の力以外の2つの反発力っていうのも、体を前に進めていくという力として使えるので、ものすごくやっぱりスピードが出るというところで、厚底のランニングシューズというのが今注目されていて、かついいぞとなっています。で今後厚底のランニングシューズを購入を考えている方で、 もっと大会でいい記録を出したいとか、 ものすごくやっぱりスピードを出していきたいという方は、やっぱりこのカーボンプレートというプレートが入っているものがやっぱりよりスピードが出やすいのでおすすめなんですが、ちょっとデメリットみたいなところもありまして、カーボンが入っている今ランニングシューズはやっぱり高いです。3万とか近くいくシューズがほとんどです。さらにですね、このカーボンプレートを使いこなせるかどうかっていうのは結構走り方によって変わってきます。大体大きく着地する着地の仕方が、かかとからつく着地の仕方、足裏全体でつく着地の仕方、つま先で着地するような、着地の仕方って分かれてくるんですが、やっぱりスピードが上がってくるごとに徐々につま先寄りで着地する方がスピードが出やすいとなっています。でこのカーボンプレートに関してはやっぱりつま先で着地できた方がよりそのカーボンの力は使いやすいです。ちょっと定規を使ってご説明させていただくと、これがカーボンプレートです。
だと思ってください。でこっちがつま先側、こっちがかかと側、こんな感じで入ってるようなイメージですね。でつま先からつくことによってこのカーボンっていうのはぐーっとこうたわみます。で最後地面を蹴るときこのたわみが戻りますよね。こういうイメージです。そうするとこれが前に進む推進力になります。ただもしかかとからついてしまうとこれは前に進む力にならないですよね。かつ足裏全体でつく、つき方これもなかなか前に進むようなたわみっていうのはできないです。なのでものすごくやっぱりこのカーボンプレートを使ったスピードを出していくとなるとつま先からつくフォアフットがものすごくやっぱりいいかなと思うんですが、まあ最悪でもミッドフットですね、足裏全体でつくっていうものの走り方をしている方は おすすめです。かつスピードを出したい方ですね。ただまあ僕がつい最近購入したこのニューバランスの厚底のランニングシューズもそうなんですが、これはカーボンは入ってないです。なので1万ぐらいで買えるんですが、まあ、これでもしっかり反発性はありますし、かつ、やっぱり衝撃吸収してくれるので初心者向けでもあります。で上級者の方も履きこなせるのでおすすめです。でちょっと話をまとめるとですね、今の厚底のランニングシューズというのはなんで注目されているかというと、衝撃の吸収する能力だけではなくてその反発力っていうものでもスピードが生み出せると。さらにカーボンが今入っているものっていうのがどんどんできてきていて、これがより反発力をこのミッドソールの素材以上に以外以上というよりもプラスして生んでくれるので、さらにスピードが出やすいというところが今注目されています。じゃあ薄底のランニングシューズ良くないかというと、そんなこと全然なくてですね、僕も薄底のランニングシューズ持っていて、やっぱり薄底のランニングシューズもメリットはあって、まず地面についている足の感覚っていうのが厚底よりもしっかり地面をやっぱり捉えた感覚がある。かつ、やっぱり厚底ランニングシューズよりもやっぱり軽いです。でさらにですね、薄底のランニングシューズはやっぱり足の筋肉が厚底のランニングシューズよりもやっぱり鍛えられます。実際に厚底のランニングシューズでずっと走っていてから薄底のランニングシューズを履くと、やっぱり足の裏とか足の細かい筋肉に負担がかかっているのをすごい感じられます。なのでずっと厚底で練習するよりも、薄底で走っていただいた方がやっぱり足の筋力っていうのは、必要な筋力っていうのはついてくると思います。でそういったメリットデメリットも考えていただいた上で、厚底のランニングシューズっていうのはやっぱり衝撃も吸収してくれる上にスピードを出してくれるとっていうところで、ものすごくメリットがあるシューズになりますので、ぜひご自身の走りに合った厚底のシューズも選んでいただけるといいと思います。ちょっと追加なんですが、やっぱりスピードをより出していきたいとなると、このソールの形っていうのは結構重要です。まあ、このソールの形だと結構ねこうフラットになってるんですが、ナイキのベイパーフライとかはよりかかととつま先の高低差が強くなってます。この高低差がやっぱりしっかりある方が、着地した時に前足前足部ですね、つま先の方に体重がグッと乗りやすいので、よりスピードが出やすくなります。まあ、そういったところも含めて、ご自身に合った厚底のランニングシューズを選んでいただけるといいかなと思います。はい、ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。